酒を贈る。ストーリー、川野康之。出演、遠藤守也。僕たち人類は十数万年前にアフリカで生まれたと言われている。5万年前にはアフリカを離れて世界中に旅を始めた。食料を求めて生き抜くためだった。氷河期の終わりには世界のあちこちで狩猟生活をやめて農耕生活を始めるようになった。農耕を始めると土地がいるし水を引かなければならない。その結果、隣人との間で争いが起きるようになった。隣人、聞き慣れない言葉だ。獲物を追って旅をしていた頃は隣人なんていなかった。自分の好きな場所を寝床にすればよかったのだから。農耕生活が始まるとともに僕たちは土地を持ち隣人を持たなければならなかった。狩猟時代の自由気ままな生き方と引き換えに手に入れたものが隣近所との絶えざる喧嘩だったというわけだ。人間がお互いに憎み合うようになったのはこの時からだ。猜疑心という悲しい心が生まれ、恐怖と嫉妬という感情が芽生えた。君にはその意味すらわからないだろうね。何時の隣人を愛せよと僕たちのふるさとアフリカの近くで誰かが言ったらしいが、それはそうすることがいかに難しいことであるかを語っているようだ。もちろん狩猟時代にも争いはあった。女をめぐる争い、獲物をめぐる争いだが、それらはすぐに片がついた。強い方が勝ちだ。負けた奴は尻尾を巻いて去る。後腐れなし、おおらかなものだったね。人々はお互いに傷つけ合うようになった。水のために隣の村を襲って一人残らず殺してしまったこともあった。そうしないとこっちがやられる。疑心暗鬼、復讐、裏切りが当たり前になった。人類は一体どうなってしまうのだろう。これからずっとこんな世の中が続くのか。もう一度狩猟生活に戻った方がいいのではないかと僕は思うことがある。君がそれを続けることを選んだように。そうだった、暖かい海に囲まれた大和の地を見つけた時、僕はそこに残ることを決めた。君は狩猟生活を続けるために再び北に向かって旅立ち、僕たちは別れたのだった。今頃君はどの辺りを歩いているのだろうか。ビッグニュースがある。米を入れた亀に水を入れて数日置いておくと美味しい飲み物ができることを僕は発見した。それを飲むと愉快な気持ちになるのだ。自然に歌が出て踊りたくなるのだ。僕は隣人たちにこれを振る舞った。彼らは家の奥にしまい込んでいた米を持ってきて僕に預けるようになった。この不思議な飲み物を僕たちは酒と呼んだ。今では収穫の後にはみんなで集まって
酒を飲んで歌ったり踊ったりする。酒はもしかしたら人類を救うかもしれない。今年も収穫が終わり、素晴らしい酒ができた。この酒を君に贈ろうと思う。ヤマトの海の水は太陽が昇る方向に向かって流れている。酒を入れた亀を船に乗せてこの海に流そう。この海の彼方にもきっと大きな陸があるだろう。もしかしたら君はそこにいるかもしれない。そんな気がするのだ。